私は大丈夫です。しかし兵士の方々が、バリ、この人をラントまで案内してあげてくれ。はい。最近モンスターによる被害が増えてきていますね。そうだな、この1ヶ月で被害件数が上がっている。一時はだいぶ減ったんですがね。これ以上被害が拡大しないよう、まずは街道の警備を強化してくれ。わかりました、手配しておきます。何も起こらなければいいんだが。
ソフィー、俺たちも戻ろう。どうした？そうか。どうした？アスベルも死んじゃうの？アスベルのお父さんのようにアスベルもいなくなるの？私アスベルのことを守る。そしたらアスベル死なない？ソフィーの気持ちはとても嬉しいよ。けどそれでもどうしようもないこともあるんだ。例えば不慮の事故にあったり、重い病気にかからないとも限らないし、もし運よくそうならなくても寿命が来ればいつか。けどそれは何十年も先の話だ。すぐだよ。10年も20年も30年もあっという間に経っちゃう。ちょっと前までは私よりアスベルの方が背が低かった。アスベルは走るのが今よりずっと遅かった。だけど私はずっとこのまま。何年経っても変わらない。私はみんなと違うから。人じゃないからみんなに置いていかれてしまうの。ソフィー、ごめんね。アスベル、私先に帰る。ソフィー様と何かあったのですか？帰ってくるなりお部屋にこもられております。ソフィー、ところでアスベル様、アスベル様が留守の際にこれが届きました。リチャード陛下からです。フレデリック、バリーを呼んでくれ。かしこまりました。
書状には何と。モンスターの被害が拡大している件についてだ。ウィンドルの各地、ストラタ、フェンデルでも同様の事態が起こっているらしい。それは見過ごせませんね。あ、何か対策はあるのですか。モンスターの住処となっている場所の一つをリチャードが突き止めたそうだ。三国で協力してそこを叩く。では書状はアスベル様への協力要請ですね。察しがいいな。しばらくラントを開けることになる。そういうことでしたら留守はお任せください。ありがとうバリー。明日にはオートに出発する。わかりました。ソフィー様もお連れになられるのですよね。もちろんそのつもりだが、どうしたものかな。ソフィー、そろそろ出発しようか。ソフィー、どこだ？ソフィー。ソフィー様でしたら先にお出かけになられましたが。どこに行くと言っていた？いえ、行き先までは。朝からどうしたのですか？ソフィーがいないんです。そんなに慌てなくても、きっとどこかのお花畑にでも行ってるのでしょ。ソフィーは私が探しておきます。だから安心して王都へ行ってらっしゃい。けどアスベル様はご出発なされた方が。ソフィー様のことは私たちにお任せください。しかし、お急ぎになりませんと陛下がお待ちですよ。わかった。ソフィーのこと頼んだぞ。はい。アスベル、王都から戻ったら例のお話考えてちょうだいね。だからその話は。そんなに断るということは、もしかしてもう決めた方がいるのですか？え、それはそのいるようないないような。はっきりしない子ね。心に決めた方がいるならこのお話はお断りしても構わないのよ。大事なことなのだから、あなたの意思で決めなさい。いいわね。母さん、この話は戻ってからにしましょう。では急ぎますので。